お疲れ様でございます。本日また新たに3件の要請を確認いたしました。つい先ほど判明した時も、一時情報では福岡市のクラブに行かれたという情報がございます。今回の連続する感染事例はいずれも福岡市に関係しております。そしてそのほとんどが20代の若い方でございます。福岡市の感染自体も増えておりますので、特に福岡市に出かける場合はマスクなど、クラブなど3密が発生しやすい場所は避ける、人と会うときはマスクを着用する、マスクを外さざるを得ない会食等、こういった場所では感染予防を意識した行動を取るように改めて県民の皆様にはお願いをしたいというふうに思います。それでは資料に沿いまして概要をご説明いたします。まず64例目の方でございます。10歳代女性佐賀市でございます。福岡市内の専門学校に行かれております。7月18日19日に福岡市天神とかキャナルシティとか、そういったところに、これは、プライベートで、それぞれ日帰りでお出かけになられております。で、7月20日から22日は福岡市の学校に登校をされております。で、23日も福岡に出かけられております。で、24日に発熱等の症状がございまして、帰国者接触者相談センターに相談をされ、25日陽性を確認し、県内の感染症指定医療機関に入院をされております。この方、この行動歴を見ますと、学校もそうですが、ほぼ毎日福岡市に行っておられますので、福岡市での感染が考えられると思います。濃厚接触者は現時点で把握していますのはご家族3人でございます。次に65例目の方でございます。この方は49例目の方の7月11日の接触者として福岡市から連絡がございました。お二人いらっしゃいましたけれども、そのうちの一人でございます。このお二人のうち一人、50例目の方になりますが、50例目の方は22日に陽性が確認されましたが、今回この65例目の方はその時は一旦 PCR は陰性でございました。ところが本日25日に39度の発熱と症状がございまして、帰国者接触者相談センターに相談され、本日陽性を確認いたしたところです。この方もすでに県内の感染症指定医療機関に入院済みでございます。濃厚接触者は現時点でご家族2名でございます。それと先ほど冒頭申しましたが、新規で陽性を確認した方は20代女性佐賀市の方でございます。詳細はこれから調整いたしますが、先ほども申し述べましたが、一時情報として先週17日に福岡市のクラブに行ったことがあられるようでございます。以上でございます。